はい、どうもー、ほんぽひろろです。はい、今日はね、今日もやね、私の20アルファードなんですけど、まあ結構コメントとかでいただくんですけど、私の20アルファードは、センターコンソール、真ん中のコンソールに、レオンコ付きのセンターコンソールボックスの方をつけてるんですけど、まあこれいいなとか、どうなんですかっていう、コメントとかがちょくちょくあるので、本日はちょっとそちらの方をね、ご紹介していきたいと思います。まあただ、まあこれも、アルファード、まあ今は40アルファードがまあ話題になってますけど、私乗ってるのは20アルファードで、もう9年落ち、もうそうやね、一番、新しいのでも9年落ちになるんで、もう多分純正メーカー行ってもないと思うんですよ。まあなんでメルカリとか中古で、まあたまに見てたら販売されているので、まあ本日どんな感じなのかなというのをご紹介したいと思います。はい。じゃーん。というわけで、はい。こちらが、先ほど言いました。純正のメーカーオプションで取り付けた、レイオンコ付きのセンターコンソールボックスになります。こちらの方はね、何やったっけ、もう、こう、買った時付けたんで忘れたんですけど、オプションで確か12、3万したんかな、ちょっとお分かりかねますけど、まあ今、まあメルカリとかやったら多分、でも結構、安くて4、5万ぐらい、高くて8万かとか、まあそんな感じで、まあ高くで販売されています。まあこちらの方はね、まあこの、純正のセンターコンソール外してもらって取り付けるタイプになっています。で、多分シガーソケットとかから電源が引かれてるのかな、知らんけど。まあこパッと見た感じはこんな感じの、はい。センターコンソールになっています。で、一応ね、これ前側、こちらが前側なんですけど、前側からこれ扉1、2、3、4つ扉がありまして、一番前側が開けてもらうと、はい、こんな感じでドリンクホルダーになっています。まあカンカンとかペットボトルが2本入る感じの、はい、ドリンクホルダーになっています。確か紙、パック、紙パックの、やつは入らなかったと思います。確か入れたこと。多分まあ入れたら入らなかったと思います。なんで、はい。まあペットボトルと、缶の、はい、ドリンクが、はい、置ける、はい、二つ、ドリンクホルダーが一番目についています。そして、はい、二つ目の扉。まあちょっと大きめの扉なんですけど、こちらの方を開けてもらうと、じゃーんってこうやって上に自動で開くようになっていて、はい、ちょっと暗くて、まあちょっと分かりづらいと思いますけど、こちらが、冷温庫。まあ言えば、あったかいコーヒーとか、お茶、冷たいのとかを、まあ温めたり、冷やしたり、冷やしたま、温めたり冷やしたりするんちゃう、温度を保つ感じ。あったかいコーヒーやったら入れているとあったかいまま保つ。冷たいやつやったら入れていると冷たいまま保つという感じで、冷たいやつから熱くなるということはないんですけど、まあ、こういった、冷温庫がついております。で、一応ね、ペットボトル2本。500のペットボトル2本まで入ります。こんな感じで。まあ、奥行きはこんな感じ。結構深いですね。500のペットボトルが2本入るぐらいの高さかな、やっています。で、こちらの方ね、この3番目、まあ、とりあえず3番目さっき開けさせてもらいます。3番目開けると、はい、こんな感じで、こちらに USB が2つさせるようになっていて、で、こちらに、12V のシガーソケットがついています。で、こちらの方がね、あと、この上側が、見えるかな？ここに、コールド&ホットボックスって書いてあるんですけど、こちらの方で、この、
冷たいの熱いのの切り替えるスイッチがついております。でこちらの方、左にやってもらうとコールドになって、ちょっと分かりづらいですけど、こちらにねランプがついてるんですよ。この、冷温庫の上にここが青色に光っているとコールドで、ねスイッチを切り替えて右側ホットにするとこちらが、青色に光ります。見えます？これで、あったかいコーヒーとかを入れているとあったかいまま、冬とかやったらあったかいまま、保ってくれるし、夏とか冷たいコーヒーとかお茶を入れていると冷たいまま保ってくれます。こんな感じで、青色やったらコールド、こんな感じで、一応冷温庫、保冷庫、冷温庫のね、なるのかながついています。でここになんか注意事項、飲料をかけないでくださいとか、電子機器を近づけないでくださいとかね、 USB 一口につき消費電力が 500mAh を超える商品は使用できませんという注意事項も書いてありますね。こちらが2番目のスイッチになります。ほんで、こちらがあの冷温庫のスイッチね。でこの下もう1個スイッチがあるんですけど、こちらブルーホワイトっていう表示があるんですけど、こちらはイルミネーションスイッチとなっていて、このコンソールボックスの後ろ側、後部座席側をスイッチを入れてもらうと、ここや、ちょっとねこれやって分かりづらいんですけど、こちらにイルミネーションがついています。なんでブルーにしてもらったら青色が光るし、ホワイトにしてもらったら白色が光る、こんな感じで、切り替えてこの後部座席の足元を照らしてくれます。分かりづらいですけどね。それと、このついでに後ろ側行きますけど、こちらにね、あと、こちら後ろ側にも、コンセントがついています。あとね、増設でここに、USB とか見えにくいですけどの端子も増設でつけることができます。この後ろ側にね、つけてませんけど、ここにね今度ねちょっと USB を増設してつけようかなとは思ってますけど、こんな感じで後ろ側が鳴っています。それがここのスイッチで、つけれますけど、ほとんどつけることないですね、これは、これが、1番目2番目3番目の扉で、最後4番目になるんですけど、こちらがもうコンソールボックスになっています。開けてもらうと、結構入ってるんですけど、何が入ってんやん、ダイソーのサングラスで、エコバッグ、マイクロファイバーとか、これはあれか、シフトノブ予備で、充電器とか入ってるんですけど、こういった感じで、コンソールボックスになっています。でこちらの方はね、こういった中がこれぐらいの広さなんですけど、これ開けてもらうと、なんと下の段も、ちょっと中散らかってますけどあって、結構下まで奥行きが、奥行きも下まで結構奥行きあって、多分奥もこれぐらいまであるんかな、なんで結構広いです。ほんで下に使わないのをほとんど入れてて、で閉めて、上によく使うもんをこうやって入れたりしています。で、充電器と、あと買い物行くのにエコバッグでサングラス、こういった感じで、コンソールボックスになっています。で一応ねこちらの方はなんか携帯とかも置けるように、ちょっとダラダラになってて滑りにくいんかな、でも滑るな、一応ねちょっと小物が置けるようになってます。ちょっとへっこんでいて、でもね滑るんで、私はダイソーで買ったこの滑り止め100均のやつをここに置いて、携帯こうやって置いたり、してます。こんな感じで、ちょっと結構コメントで、このセンターコンソール冷温庫ちょっと気になるいう方がいらっしゃいましたんで、今更ですが、本日は紹介してみました。
まあ、閉めてみるとこうやってシンプルで、うん、でちょうどねこの前のセンターパネルから、うん、ストーンとまっすぐ来ていて、なかなかいい感じ、おしゃれでいい感じで、一応これねメーカーオプションで買ってるんで、タイプゴールド2なんで、うん、柄も同じタイプゴールドの柄で、はい、うん、統一されてます。まあなんで、まあ、中古で買われる方、まあ中古しかないんですけど、多分もは、まあ、多分これがあの何や、まあランクというか、まあタイプ S とか V とかあるじゃないですか、アルファード、それによってこの木目とかこの辺のパネルの色が変わってくると思いますんで、うん、なかなか統一のやつがあるとは限りませんけど、中古で、うん、もしよろしければ探していただければと思います。まあこんな感じでパッと見た目いいね。でもあのトヨタさんとかたまにディーラーさんとか行って、まあ修理とかあるじゃないですか、でこれがついてるとちょっと時間かかるって、うん、言われるんで、うん、取り外しに、まあ、その辺はちょっと難点かなと思います。はい、まあそんな感じで本日は、まあコメントで、まあ、よくいただいてた20アルファードの04個付きセンターコンソールボックス、ちょっと本日は紹介してみました。まあ、気になる方はね、まあ、多分メルカリとか、うん、そんなんで探してもらえば中古があると思いますんで、はい、もしよろしければ探してみてください。ということで、はい、本日はコンソールボックスの紹介でした。ということで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ本舗ひろろチャンネルでした。バイバイ、終わります。ポチッとな。